塾女組の瀬戸恵子です。はい、生と性の親密な関係、昨日かな、アップロードしたところ、いろいろな方のコメントいただきましてありがとうございます。ちょっとね、大勢の方だったので簡単なお返事しかさせていただいてないんですけども、ご了承ください。それで簡単に大枠をお伝えしたんですけども、アートセックス、セックスに行く前の話が実は長いんですよね。その例えば私はこういうふうに丁寧にやりますとか、こういう感じにしますっていうのは、ベッドインの中の話ですけども、実はベッドインに行くまでが実は趣がある大切なところなんですね。はい、男性と女性のまず体の違いとか、脳の構造の違いとか、感性、よく言われるのは女性はね、直感とか右脳型で、イメージ的だし、男性はこうちょっと理論的だしっていうのを言われますけども、要は全く違うものだというところの認識から始めないと、テクニックとかの問題じゃないんですよ。で、例えばどんなにテクニックがあっても、人間的に尊敬できないとか好きじゃなかったら全く感じません。はい、それぐらい動物ではないんですわ。そういう意味ではよっぽど飢えてて、若くて飢えてて満月でとか、そういう部分とか、あとは断然多いのはそういう邪神、エロの神みたいな、エロの神って言ってもね、邪ですよね。なんていうのかな、エネルギーキラーって言って人のエネルギーをこうもらって生きてる人とか、そっちの愛の神じゃなくてそうじゃない方のに乗っ取られて憑依されてる人ね、ポルノの世界にいて AV の方とかは憑依されてる方結構いましたね、やはり。はい、でもその憑依されるっていうこと自体がネガティブなものがあるからなんですわ。前も言ったかもしれないけど、恨みつらみ妬み、恨みつらみの、嫉妬とか、そういうネガティブなものが、じゃあそういうのを食べて、そういうエネルギーを食べているエネルギーなので、そういう感情を持ってないところには来れないわけですよ。だからね、よく不安とか恐れとかね、よくないですよというのは、自分が不安とか恐れを持ってると、不安とか恐れのこう見えない存在が友達を探してるわけですわ。分かりやすく言えば、で、あ、いた、あの人不安とか恐れの人だからお友達って言って寄ってきちゃうわけですよ。で、反対に、ポジティブな人っていうのはそういうエネルギーを発してますから、そういうのとやっぱ類は友を呼ぶという部分で言えば、引き寄せの法則でもいいですよね。そういった意味ではやっぱりそういうのになっていくので、まず一番大事なのは自分自身を整える、きれいにする、すっきりさせるというのが大前提です。はい、で、どちらかというと通常ね、そういう憑依とか、もうやりたいやりたい系、あと肉ね、肉も結局、例えばいい肉を食べるとだいたいレアで食べるじゃないですか。そうするとあれは血を、動物の血が入るから動物的になっていくっていうね。だからよく極道系の人とかはもういい肉をもうほとんど生肉食べるような感じでしょ。だからやっぱ怒りっぽくしてなくちゃいけないんじゃないですかね、血を求めるというか。食べ物もそう、あとは、肉でいうと成長ホルモン剤を入れられている肉、女の子たちがもうグラマーでおっぱいボインちゃんで、男の子もね、サイズが大きくなっちゃうっていうのは、あれ成長ホルモン剤を入れられている、特に輸入肉を食べればそうなっていきますよ。そういう意味ではそういうのもやっぱりちょっ と動物的獣系になっていきますね。だからなんかセックスイコールスポーツ系の人の感覚ってどっちかっていうと獣系に入ってるわけですよ。そうではなくて、愛をベースにした、優しさをベースにしたものというところのアートセックスなんです。でもそのテクニックとか、もっと言えば経験の数とか全く関係ないんですよ。センスですから、そういう意味では。だから初めてだってセンスがいい人、繊細な人もいればっていう部分で言えば、すごく太ってる人とか、結局太ってるっていうことは
それだけ例えばマッサージにしても圧をかけないと下までこう感じないわけですから、まあ、太ってでも繊細だったらいいですよ、うん、でも往々にして体育会系のマッチョ系の人とかあの太ってる人とかはあの 感受性要は触られた時の感覚とかそういったものが刺激がちょっと強くないと感じなかったりする。で反対に文系の方っていうのは強いのが嫌で優しくこうエネルギー肉体はこう肉体があってその上にエーテル体ってエネルギーの層があるわけですよ、うん、そういうところだから触実際触らなくたって十分気持ちいいっていうことなんですね、うん、でだからまあそのなんかアートセックスっていうとこうあの私は何分かけてやりますとかね、そういうことじゃなくてまずはまあまあ、そこに行くまでねそういうことなんだけどそこに行くまでの方が大事で女性は通常であれば心を抱かれたいんですわ。大切に思われるって肉体を大切に思われる、ね、例えばすごい乱暴でいつも、愛されてる感が感じなくてその時だけ優しさっていうそこら辺はあんまり DV に慣れちゃってる人ドメスティックバイオレンスね DV デートと例えば高校生の中でもあの結局けなされて優しくされるっていうアメとムチみたいなのに慣れちゃうと、まあ、そういう人であったらあるのかな、うん、でも通常であれば肉体と心っていうのは一致するので、日頃をこうなんていうの愛されてる感がなくてベッドの上だけでも心が解放できるかって言ったらそれはないと。なのでまずは自分自身を愛してください、ね、自分自身をちゃんと愛している人から愛されるのが大前提ですよね。だからどんな人が好きなんですかって言われたら幸せな人って、うん、幸せな人その人が幸せだったらやっぱ幸せな人との交わりが幸せですわ。もうなんかこう不幸の舐め合いみたいなね、そんな感じではないんですねアートセックス。まあ、でもアートといえばそういうのもあると思いますけど今何をそのセックス絡みによって何をしようと思っているかというと日本を健康な状態にしていきたいわけですよ、うん、健康な状態だから何て言うのかな不幸のも負の連鎖があまりにも多くてで自分で考える思考というのもなくなってきて本来は神聖なるセックス愛の営みがみんなお金という風俗とかお金とかそういう部分でこうごちゃごちゃになっているところを健康的に持っていきたいっていうのが趣旨なんですね。なのでまず一番は自分のことをちゃんと愛してください、はい、で愛を人に求めないでください、うん、愛は求めるものではなく与えるものなのでまずそこまで自分自身を自立成長させるというのが大前提になります、はい、で経験の数も関係ないしただ結局相手のことを本当に大切に思う気持ちでも相手のことを大切に思う気持ちの前に自分のことを大切にできないとダメなんですよ。自分はどうでもいいから相手っていうのは本当のものじゃ本物ではないんですね、うん、なんていうの昔で言うと親が例えば私は食べなくてもいいから子供にって気持ちは分かりますよ。でも子供からすればお母ちゃん一緒に食べようよってなるんでそれをこう私はいいからって言うとちょっと押し付けっぽくなっちゃうとそれも違うんですよ愛、うん、はい。でほとんど、まあ、施術をね私オイルエストをやらせてもらってるんですけどそうしながらカウンセリングを兼ねていろんなお話になったりするんです。で結局アートセックスを作っていきたいなと思うきっかけというのはあまりにもセックスレスの人が多い。ただそのじゃあ何分ぐらいでやってらっしゃるんですかといって平均はやっぱりね20分ですね。15分から20分、うん、それは交尾であってセックスではないですっていうところから話をして、で何分何分何分って言って、ね、でも女はさっきも言ってる心を抱かれたいのよ、うん、愛されてる感が欲しいわけ。そういうのがあって初めて、心なんていうの心を包まれて初めて体も開いていくから、うん、そういうふうに持っていくっていうところなんですね。そういう意味では
なのでまあ一番言うとすれば、あの愛をまあ体で表現していくんだけども、その前にまず自分自身を整えて幸せな状態で一緒にエネルギーを回していくっていうことかな、でもこれも一歩間違えると、まあ、いろんなやり方があるみたいなんですけども、ちょっとはかじったことあるけど私にはピンとこなくて、やっぱりどんなに習い事でも、あの私の場合自分で作っていきたいタイプなの。本来全部皆さん感じ方は違うし、自分なりでいいんですよ。だから教わろうっていう感覚はまずなくしてください。私からの場合ね、アート自体が、芸術自体が教わるもんじゃないですから、教わりたい人は他のところに行っていただいて、私はこんな感じ、でだから自由に自分の感性を作ってって、もう作るっていうかね、思い出してくださいねってことなんですよ。絵を見た時に、例えば芸術ね、美術館行こうって言ってもね、私分かんないからって、分かる分かんないとか、正しい正しくないの話じゃないんですよ、芸術っていうのは。もっと言えば、私の信条が Life is Art、 人生が創造するってことなんですけど、みんなそれぞれ違うんですね。だからよく教科書とか参考書みたいなのはあっても、それはみんな人それぞれ違うというところをまずちゃんとこう軸として、だってそうじゃないって意味を、もう何て言うの、アートに学校の教育みたいに偏差値みたいなのもないし、いい悪いじゃないし、好きか嫌いかとかさ、気持ちいいか気持ちよくないかとかさ、そういう感覚的なものだから、見本、こういうサンプルね、そういった意味のサンプル見本はあっても、教えることはないです。だから教えることあるとすれば、こんな感じなんだっていうようなふわっとしたことしか無理です。なぜならばエネルギーって見えないから、実際にこんな画面じゃまず分かんないですからね。だからその感覚とか感性とか直感とかフィーリングとか、そういうことを、そういう力を皆さん使ってないから退化してるんですよ。なのでまずおすすめは、コンタクトとかメガネを使ってる方は、一日の間お家にいる時に取って使わない時間を作る。私今裸眼 0.02 ですけど、そうすると他の感覚ってね、見えちゃったら目だけで行くわけですよ。で、大人塾っていうのやっててね、私がモデルとなってお客様にオイルのこうエステのやり方をね教えるんだけど、メガネ取ってくださいっていうの。そうじゃないと見てね、真剣にこうやろうとするわけですよ。そうじゃないと感覚だから、っていうところなの。だから裸眼の人はチャン、なんていう、視力が弱い人はチャンス、目だけで行く必要ないから。でコンタクトとかメガネを取って、まず自分のこういう肌、まあ目つぶっていいんじゃないですか、目をつぶってちゃんと自分の肌を感じてみてください。あ、私ってこんな肌だったんだ、こんな質感だったんだとかね。でそれで自分が気持ちいいなって、今はこうピッタッとこう肌がくっついてるけど、そのうちに慣れてくると、ちょっとなんていうの、肌を実際触らなくても離れたところであったかいエネルギーを感じます。まあ、手からでもいいよね、顔とかでもそうだよね、頭とかでもいいしね。でそんなエネルギーを感じたら、今度じゃあ香り、鼻をちゃんと鼻から吸ってみる。あ、香りだったり、あとはふーってこうなんていうの、息を吐くような感じで自分の肌をやってみる。そうやって五感を蘇らす、思い出させるってことですよ。まずはね、普通のね、施術もそうだけど、全部モデルは自分なので、自分の体でやってみる。で男の人に、まあこの間から言ってますけど、インターネットポルノ中毒が多いんで、もう目だけなんですよ、イメージだけで。でどんどん感性ってエスカレートしていくので、もっともっとって、
刺激っていうのはね、だから行き着くところはもう殺人になっちゃうから、そういうもんだから。例えば辛いものでも、あ辛いもの美味しいと思ってたら、もう辛いものじゃなかったら嫌になるじゃない。それと同じです。だからあやばいなと思ったら戻すことを考えないと。はい、15分でなかなか上がんなくなるので、15分とりあえず、今日今回言いたかったことは、アートセックス行く前にまず自分自身を整えてください。はい、そしてあの正しい正しくないとか、あのいい悪いは全くないですから、芸術は。とにかく自分自身を解放する、自分が気持ちいい、コンフォータブルね、自分が気持ちいい良さ、例えば温度だったり着るものだったり、そこをあの何心がけて、まず自分自身をあの幸せにしてあげることを考えてください。今日はこれをお伝えしたかったです。ということで、まあ優しさ愛ね、あの歪んだ愛が今多いですから、そうじゃなくて、まずは自分の感覚を取り戻すようにしてみてください。ということで、ジュクジュク組の瀬戸恵子でした。ぜひ登録ボタン、チャンネル登録ボタン押してください。あといいねって押していただいたり、コメントもね、コメント欄恥ずかしかったら、メールアドレス入れといてます。こういうところかな。あとは再生なんだっけ、再生リストとかいうのがあって、そういうところに特におすすめしたいのは賢く生きる、賢く生きるっていうところで、もう価値観、今までの考えてた固定概念とかそういうのをまず一回こう落としていただいて、で解放、今まであった考えられてたこと、先入なんで、こう決めつけられてたこととかをまず崩してみる。ほんで自分はどうしたいかっていう、あの解放、自由にするためのメソッドだと思ってください。ということで、瀬戸恵子でした。